14歳エイヤーさんです。お二人がもう一番強い男の絵を描いてほしいです。先ほどね、あのドラゴンボールとかナルトとかの話になってましたけど、一回エロいシリーズはやりましたけどね。はい、ええー、わなー。まあでもこの絵のクオリティというかこれ強さなんで、あ、まあ、最強の男。なるほどね。はい、最強の男。はい、男です。毎日俺できたで。じゃあ西野さんからいきますか。はい、俺は、はい、もう左右、はい、どっちから攻められても、はい、大丈夫な、はい、あのドリルドリル親父ドリル親父これもう親父ちゃいますやん。もうだからもうどっちから来てもいけるドリル親父。羨ましいわそういうのかけんの、うん、ドリル親父。まあでも最強ですね。これはだってね、攻撃しようがないですもんね。顔とかも手とか全部この中に入っちゃってるから。ドリルも回ってる、ね、回ってる、ウィーンって回ってる。これは強いわ。めっちゃ強い、まあ、すごいカズさんじゃ俺何何のことやねんこれ何やねんこれこいつ何が強いんですか。 何するか分からへんやつや危ねえやつってこと。危ねえやつ何やのこれこいつでも目の前から歩いてきて、いやそれ怖いよ。めっちゃ怖いよ。そりゃそうや、怖いよ。何なん、戦うとかじゃないですか。え、戦うとかではない。戦うとかじゃない、うん、危ないやつ。危ないやつ危ないやつって恥ずかしいわ俺ちょっと封してる俺がなんかちょっと大喜利みたいな出し方してもうた俺左右どっちから攻められてもどれも出し方とかも工夫したで俺恥ずかしいな。狙いみたいな感じあったで俺危ねえやつって。でもこいつとこいつの戦いみたいな。じゃあ僕の親父勝つわ。おい待てよから来られたら。